こんにちは、プードル刺繍の花デイジーです。今日は女の子刺繍の刺し方をご紹介したいと思います。 Hi everyone, I'm going to show you how to embroider girls' hair. Let's get started now. それでは早速始めていきましょう。はい、こちらに女の子の図案があります。まずは女の子の輪郭から刺していきましょう。2本取りの肌色を用意しています。ずっと輪郭に沿ってアウトラインステッチで刺していきます。輪郭の方を終わりました。次はリボンを刺していきます。はい、リボンはピンクの3本取りで用意しています。リボンはサテンステッチで埋めていきます。このようにラインを入れていって、その間を埋めていきます。はい、女の子のリボン、ここまで刺してきました。ずっとサテンステッチですので、こうやって埋めていくだけになります。はい、これでリボンは刺し終わりました。はい、リボンの次はいよいよ髪の毛になりますが、茶色4本取りで用意しています。まずは、髪の毛はですね、前髪、これをアウトラインステッチで下絵に沿って刺していきます。そして次は、この前髪の付け根ですね。この付け根からこのリボンの方へ向かってふんわりとサテンで刺していきます。そしてここセンター分けのここからリボンの方へ向かって、こちらもですね、こうセンターからリボンの方に向かって、で前髪の付け根あたりからリボンの方に向かって、とふんわりめに刺していきます。そして最後にここに巻き毛を施します。では、前髪のアウトラインステッチから刺していきます。髪の毛なので、まあちょっとふんわりめに、これちょっと糸が揃ってませんが、ふんわりめでいいと思います。あえてものすごくふんわりさせなくてもいいのですが、キュッキュッキュッと、引きすぎないで刺していかれるといいと思います。わっとこんな感じですね。はい、ちょっとここ1本だけが緩んでいますが、次にこの下絵に沿っ
してアウトラインステッチで刺し進めていきます。このようにずっと全部刺していきます。はい、このように前髪を刺してきました。そしたら今度はこの、センターの方からリボンの方へ向かって刺していきます。リボンの結び目のあたりへ針を落として、これもふんわり目で残します。ふんわりした感じで残している方が髪の毛のふわふわっとした感じが現れて可愛く仕上がります。こういう感じですね。で、この前髪の付け根、こちらからもリボンの結び目の方へ髪の毛を持っていきます。まあ、実際の女の子の髪の毛の流れ、それを想像して刺していかれるといいと思います。はい、こんな感じで全体に見て、あ、もうちょっとここ足した方がいいなと思ったら足してみて調整してください。はい、このようにして左側の方も刺していきます。はい、このように、上の部分ですね、刺してきました。で、ここは巻き毛になるのですが、40巻きで、40巻きの1,2,3,4 フレンチノットステッチで刺していきます。フレンチノットステッチですが、プードルの巻き毛のようにちょっとふんわりめに巻いて、ふわふわっとした髪の毛の様子を表します。プードルの巻き毛ステッチと同じような感じで刺していくんですね。はい、このように左右全体にふわふわっと巻き毛を加えていってください。はい、女の子の髪の毛この辺まで進んできました。私は女の子の髪の毛といったらちょっと思い出す光景があるんですね。イギリスにいた時にスーパーにお買い物に行って、で、車から降りた途端に目に飛び込んできたのが、家族で買い物に来ている、親子連れだったんですね。まあ、若いパパとママで、お父さんが肩に赤ちゃんを肩にちょっとこう乗っけるような感じで赤ちゃんを抱っこしていて、で、そのお父さんは、女の子の手を引いてたんですね。女の子は3歳ぐらいかな、2、3歳ぐらいの女の子で、で、このようにふわふわっとした巻き毛を持った可愛らしい女の子だったんですね。そしてその女の子が手を引いていたのはうさぎのぬいぐるみだったんです。そしてそのうさぎのぬいぐるみの手を引いていたのが若いママだったんですね。その、4人家族で歩いている後ろ姿が目に飛び込んできたんです。で、私はなんて言うんでしょう、もう本当に、いや素敵だな、可愛いなと思ってちょっとの間こうじっと見ていたんですね。まるで絵本の挿絵のような、もしくはなんか素敵な映画のワンシーンのような、そんな感じだったんですね。その時の女の子の巻き毛のふわふわっとした可愛らしい様子が目に焼き付いて今でも離れないのです。で、そういう感じでこうやって女の子の、髪の毛を巻き毛刺繍で作るというのが私の一つの楽しみになっています。巻
巻き毛を持った女の子の刺繍の壁飾りなんかも、作っています。今日もこうして巻き毛の女の子の刺繍をしているのですが、結構簡単にできるので、ぜひ参考にして作ってみてくださいね。はい、ここちょっと、何もないとおかしいので、ここに巻き毛を1つ2つ加えて、髪の毛のところは終わりにしたいと思います。どうでしょう、1個でいけるでしょうかね。最後にこうやって絡まってしまったんですね。このまま行くか。あ、行きました行きました、よかった。はい、まあ今日はもうこれで終わりにしたいと思います。あとはお顔ですね。次は目を、目のところを刺していきます。はい、目のところはまた違った茶色の2本取りで用意しています。で、これはですね、端から出して、まあアウトラインステッチ、まあ2ステッチの短いものですが、ちょっと戻ってこのように刺しますね。左側も同じようにこう刺して、今度こっちの左の端から少し重なるように、はい。そしてあとまつげなんですが、まあ、ちょうどこの中心からこうまっすぐ下に降りる感じで、ちょっと長めのまつげにしましょうかね。はい、1つで、端っこは短いものを刺すんですね。で、まっすぐ下に降りるのではなくて、ちょっとこう横広がりのような感じで、短いまつげを横広がりで出しますね。こちら側も細かい作業ですけども、はい。で、その間に数本まつげを加えます。もう1本ぐらい加えておきましょうかね。まつげたっぷりの長いまつげの女の子、はい、このように左右の目はこんな感じに今回は仕上げます。はい、最後は、口のところですね。で、これ2本取りで用意しています。まあ、ちょっと赤い、ちょっと薄めの赤を用意しています。これも目のような感じで軽くですね、アウトラインステッチのような感じでこのように刺しておきます。はい、女の子の刺繍出来上がりました。いかがでしょうか。ふわふわの巻き毛の女の子、ぜひ試してみてくださいね。それでは今日はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしこの動画が役に立ちましたら、いいねボタンやチャンネル登録などもよろしくお願いします。とっても励みになります。ハナデイジーのワンポイント刺繍レッスン、いかがでしたか。様々に工夫をして可愛らしい女の子の刺繍を作ってみてくださいね。Did you like my YouTube channel? Please subscribe to my channel.
I'll be so happy. Bye!